あ、よいしょっと。あの、カルビーのサヤエンドウとさ、はい。東ハトの B のあるじゃん。はい。サヤエンドウの方が良くない？どっちも食べないんで、ほんとに。二度とそういう話しないでください。あのさ、いつ食べた最近。申し訳ないですけど、うん。思い出せないくらいは食べてないって、人生で一回くらいしか食べたことないかも。食ってみ？うまいから！僕もね、最近スナックこれしか食ってないの。ビーノとサヤエンドウ。もう私体がスナック菓子を受け付けないんですよ。食えるサヤエンドウは。いや、だから。マジで。ノンフライだよ。ノンフライ。いや、なんか。あげてませんだよ。もらうとかがいいです。自分で噛むはちょっともう無理。じゃああげるわ。今度会った時に。うん、サヤエンドとビーノの食べ比べする？それは、それならするから。自分で買うわ。2袋も余裕でいけるから、マジで。なんでそんな切れてんのよ。ちょっともう。いいじゃない、別に。ダメです、もうこの世は汚すぎて。なんで浄化活動しないと。アレン様すなって。だから。めちゃめちゃ真っ当な地区に行って大声あげたら面白い。静かすぎる。ああああ、でも、なんか、誰も悪くないけど怒りたいとこも行きたいよね。鴨川とか。京都も。なんで？どういう風に？ベッティングすなって。ああ。等間隔でベッティングすなっていう。私、お風呂カフェで叫びたいかも。ああ。そう、一回さ、こっちは純粋にさ、はい。風呂入って、なんか、ちょっといい飯食って、ゆっくりしたいって気持ちだけで行ったことあんのよ。男だけでね。はいはいはい。お風呂カフェに。はい。もうピチャピチャ。もうピチャピチャ音はしてるわけじゃないですけども、もう、クッションやハンモックがあるエリアでもう。気づいたらだってね、浴槽一個増えてるもん。吸うだろ、床は。あのエリアは。追いつかないのよ。給水がね。いや、でもマジで、なんか、げんなりするね、もう。いや、私は全然もうね、漫画ばっか読んでるから気にしないんですけど。はつらつとしたカップルばっかならいいけどさ、もう本当にじとじとした。いや、それは悪口だろ。どういう悪口だよ。じとじとしたカップル。じとじとし、じめじめしたカップル。ずっと髪の毛乾かないみたいなこと？そう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 。うん、なんか、びしょびしょ。カップル、なんかそう、ツータイプね。もうなんかピチャピチャやってるタイプとさ、なんかこう、旅行ですねって感じの。別にいいですよ。まあ、その前者だって別に迷惑かけてなきゃいいわけですしね。うん、確かに。許そう。何も言えなくなってきた。許そう。そう。その寛大な心が大事ですよ。おうちデートできないカップルのたまり場と思えばね。風呂は別なわけだからね。まあまあ、でもいいんじゃないですか。こう、男友達言ったんだけど、それは、風呂も一緒で、うわーって喋りながら、みたいな感じだけど、カップルはもう、風呂入った後だもんね、あれ。まあまあまあ。風呂は別でね。もう先シャワー浴びてこいよと同じだもんね、言ったら。風呂は前座。そう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 。まあでも私は、ほら、岩盤浴とかだったら男女入れるんでおすすめです。最初のお風呂は。岩盤浴はさ、まあ、意地でも等間隔じゃん、あれは。ああ、その、寝転ぶ場所、ね。エリアがあるからさ、そうそう。はいはい、距離感は、もうほぼほぼ同じになるから、あれだけど。お風呂カフェはもう本当に、重なってるやつさえいるから。積み重なってるやつが。そう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 。もう入ってるか入ってないかだけの違いみたいなやつもいるから。お風呂の話ね。ん？お風呂の話ね。挿入的な意味だったんですけど。浴槽に挿入ってことで。体を浴槽に挿入ってことで。おちんちん風呂に。もう。だから岩盤浴さ、まあ、ルールとして、その、スマホを持ち込むなって書いてあるとこもあるけどさ、はい。書いてあってもなくてもさ、スマホを持って入る人の気持ちがわからんのよ。うん、怖い。そうそう、なんかその、音出しなきゃ何もいいんだけど、そう、スマホが、そんな、50度を超えるとこに長時間置くなんて。私はまあでもスマホは自己責任じゃないですか。まあね。まあ、私、漫画持ってく人がちょっと許せないかも。パシパシになるやつね。いや、そう。お前のじゃねえからって。漫画持ってっていいとこなら、私もルールでね、もう。そうですね。行かないでねって書いているようなとこは。あ、でもこの間、うん。その岩盤浴行った時、ハンモックがあって、
ああ、出た。空いてたから、来た来たって思ってハンモック行ったら、うん、あの、ハンモックの中に6冊くらい漫画が残ってて、それがこう、背中に突き刺さってほんま最悪だった。うわ。確認しなかった私も悪いですけど。それ場所取りじゃない？いや、知りません。戻ってこなかったもんね、もうその後使ったけど。そうなんだ。うん。マジで、最悪駐車場にカート置き忘れてる。とと同じぐらい最悪。本当に最悪だった。バキだったし。グーの音も出ないかも。本当に。岩盤浴でバキをもうなって。あんなカロリーの高いもん。怒りだということでね。おねごおりのラジオ自己満足。この間車でさ。はい。まあ、細めの道を走ってたらさ。はい。こう、前にパグかブルドッグか、ちょっと後ろ姿だけでわかんなくて。お散歩してるおばさまがいて。はい、はい。こう、こっちもゆっくりになるじゃん。はい。で、犬も焦ったんだろうね、なんか。テコテコ、こう、あの、短い足で、こう、なんか、はい、歩きしてさ。でもなんか、全部の気持ちが焦って、犬側も。あの、うんこ垂れ流しながら歩いてて、そっから、ボト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 って、ちょっと、それ見て僕、本当に、ちょっと笑い止まらなくなって、笑いながらその犬の横通り過ぎるっていう。めちゃくちゃ面白い。めちゃめちゃ面白かった。そんな焦らんでも、引かないし、こっちも別に。めちゃめちゃ、ボート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 。めちゃめちゃな量の、うんこ垂れ流しながら。ちっちゃいワンコが歩いてるのが面白すぎる。生きてるなぁ、その犬も。そうそう、ちょ、今日この話したいけどタイミングないから、今いるしか。なるほどね。ちょっと、いいですね、ちっちゃい生き物、やっぱり。けなげだね。車で焦りを感じてるのも頭いいしね。うわ、え、お尻に話すこと出てきたけど、あるんですよね。じゃあいいや。あるあるある。結構重大よ、これ。怖いなぁ、そういうの。妊娠しましたゴー、ハロー、ハロー。で、タイトル、ハローベイビー。あ、どういう入りなんだろう、今日。皆様に重大なご報告がございます。